はい、こんにちは、サイです。今回はちょっとね、どうしても気になっていることが一つだけあるんで、その話をしようかなと思います。まずは質問箱の方に先日届いた投稿を紹介します。朝日さん、こんばんは。いつも動画や生放送を楽しく拝見させていただいています。この度はどうしても腹に据えかねていることがあったので、もしよければ意見をお聞かせください。かなり長く読みにくい、わかりにくい文章だと思いますが、一度目を通していただけると幸いです。今回のモンハンコラボに限らず、最近のパズドラの運営さんは唐突にイベント内容やモンスターの強化などを変更することが多いです。もちろんそれ自体も嫌なのですが、私が同じように嫌な気持ちになる事柄として、そういった運営さんの対応の結果、変更前の方針に従って行動したプレイヤーが追加の変更事項により不利益を被った時に、なぜか他のプレイヤーに、ギリギリまで待たなかったやつが悪い、や勝手にやったんだから自業自得でしょなどと非難されるということがあります。ある程度長期的に内容が保証されている情報が全て公式に提供されている状況下で、プレイヤーが十分な思考せずに行動し、その結果不利益を被る形になったのであれば、そのプレイヤーに非があると思います。ですが、最近のパズドラは頻繁につい最近発表したことを変更していると感じます。たまにあるミスや急な変更程度なら100歩譲って許せます。しかし最近はたまにどころかほぼ毎回な気がします。それによってプレイヤーが不利益を被ったことに対し、他のプレイヤーが不運だったねドンマイとは言っても、悪いのはあなたかっこプレイヤーだ、運営がコロコロ意見変えるのを見越さないのが悪いというのはお門違いだと思います。確かに運営の気分屋はある程度恒例行事なので予測はできますが、予測しないプレイヤーが悪いになるというのは間違っていると思います。ましてやプレイヤー側がコロコロ方針を変える運営を当たり前かっこ正しいと思うようなことはあってはならないと思うのです。すみません、随分と長くなってしまいました。ここまで読んでいただき本当にありがとうございます。ここでようやく質問なのですが、朝日さんはこのすぐに方針を変える運営と、それによって不利益を被ったプレイヤーについてどのような意見をお持ちでしょうか。やはりこの待てなかったプレイヤーは非難されるべきなのでしょうか。繰り返しになりますが、ご意見いただけると幸いです。失礼いたします。はい、こういう内容、非常にボリューミーながらも的を射た内容なんじゃないかなっていうふうに感じました。今日のパズドラっていうのは、いわゆる後出し変更と呼ばれるイベント内容やモンスターの性能を、その開催期間中、まれに開催期間後に変更することがあります。例えば先日行われていたモンハンコラボでは、コラボ開始前に一度能力調整されたモンスターがユーザーアンケートによって一部がさらにパワーアップしますというイベントを行いました。これは今回に限っては告知されていたことなので、まだいいかなっていうふうに思うんですけど、その後に提示されたその強化内容が、ユーザーの反応が悪いからという理由で、さらに後からパワーアップ、予定外の能力変更が行われるといったことが起きました。パワーアップしてんならいいじゃんっていうふうにね、思うかもしれませんけど、それらの情報が出るまでの期間、我々ユーザーっていうのは常に判断行動っていうのを繰り返している状況が一定とは限らないんですね。例えば自分が持っているモンスターがパワーアップされなかったからという理由でそれを交換に出すなどして手放した、しかしその後で予想だにしない形で手放したモンスターが思わぬパワーアップを遂げて環境最前線になってしまった、こんなことが起きたらもう大損ですよね。運営から提示される情報の内容が長期的に保証されているということが前提で、我々はその情報をもとに行動するわけです。それが幾度となく内容を変更されれば、そういった不利益を被るプレイヤーが出てくる可能性は決して否定できません。僕も、Twitter とかコメント欄でそういったケースに遭われた方っていうのを何度も見てきました。僕自身はそういった目に遭ったことっていうのはほぼほぼないんですけれども、それはこのパズドラ運営がそうやって後から情報を変更してくる可能性を経験則からある程度考慮しているからであって、それをみんながみんなできているとは限らないですよね。ましてや最近パズドラを始めたばかりの人がそんなこと知る由もなく、いきなりこういう目にあって被害に遭ったっていうことだって十分考えられるわけです。そして今現在フェイトコラボ開催されていますけれども、こちらも既存のキャラクターの強化内容があまり強くない、魅力的ではないんじゃないかという意見から、後からアンケートなり、あるいはプロデューサーの山本氏のガチャチャレンジなどで強化されるんじゃないか
みたいな予想をね、立てている方っていうのも何人もいらっしゃるんですね。そして挙句の果てには、それらの後出し強化が行われるということが前提での最初の抑えられた調整っていうのが行われている。後出しのための単なる茶番なんじゃないかというふうにまで言われる始末なんですね。そんな思考って本来ありえないと思いませんか？公式から出される情報が後から変わるかもしれないということを予想しながら遊び方を判断しなきゃいけないゲームって他にあるんですかね？ツイッターとか掲示板とかそういう場所でのプレイヤー間での意見として、例えばモンスターの評価だったり、そういった書き込みを鵜呑みにして行動しちゃって、損しましたっていうのとはわけが違うんですよ。公式が出す情報が信用できないっていう状況なんですね。でしかももっといやらしいのが、後出し変更するときとしないときがあるんですよね。絶対変更します、いや今回は絶対変更しませんっていうふうに確定していないから、こちら側もどこまでやっていいのか、これは交換に出していいのかダメなのか、そうやって遊びの幅っていうのを制限されて思い通りに動けないっていうのは非常にストレスです。この質問者の方が言うように、公式が後から情報を変更するということを見越さないのが悪い、待たなかったやつが悪い、自業自得だ、こういうふうに非難されるのが嫌だと。全くもってその通りです。もう後出し変更を予想するとかしないとか以前に、後出し変更そのものがゲームとしておかしいということをね、皆さんにも分かっていただきたいですね。まあほとんどの方はそこは大丈夫だと思いますけども、この後出し変更というものに関してプレイヤー側が非難されるような要素っていうのは一つもありません。いかなる判断も行動も運営から提示された情報をもとに行うものである以上、その情報が頻繁に変更されたり、あるいは不明瞭であるならば、何らかの被害が起きてしまう可能性が発生するのは、これは当然のことです。はい、そんな感じで、今回のフェイトコラボの、まあ、なんていうのかな、雰囲気みたいなのをちょっと、見るに、まあ、いろんな方の反応とかをね、見ていくと、モンハンの時とちょっと似たような流れが、もしかしたら起こるのかもしれないなと、まあ、本当にこの運営はそういったことを何度も今までやってきたんで、うん、そういったことにね、耐性があるというか、もう慣れたよっていう人もいると思うんだけど、でもそれがデフォルトではないっていうことですね。それが普通なんじゃないよっていうことをね、ちょっとここで改めて言っとかないと、まあ、これからもし、パズドラ、を始めてなんかそういうことが起きたら、すごいかわいそうだなっていう気もするから、その認識っていうのをね、今一度ちゃんとみんなの中で持っていく必要があるのかなっていうふうに思って、まあ、こういう話をしました。はい、よかったら皆さんの意見も聞かせてください。本日は以上です。ご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。